キルステン・フリップケンスは、ベルギー・ヘール出身の女子プロテニス選手。2013年のウィンブルドン女子シングルスでベスト4に入った選手である。これまでに WTA ツアーで、シングルス1勝、ダブルス5勝を挙げている。身長165センチメートル、体重55キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。WTA ランキング最高位は、 シングルス13位、ダブルス23位。4歳でテニスを始める。2003年ウィンブルドン選手権、ジュニアシングルスと2003年、全米オープンジュニアシングルスに優勝し、同年にプロ転校する。4大大会では2004年ウィンブルドン選手権で予選に初挑戦し、2006年全仏オープンでラッキールーザーとして初出場した。 二回戦でフラビア・ペンネッタに1 6 06で敗れた。ウィンブルドンと全米オープンでも予選を勝ち上がり、本戦に出場した。9月のイタリアとのフェドカップ決勝にも出場したが、シングルスでフランチェスカ・スキアボーネとマラサン・タンジェロに敗れ、ベルギーチームは通算2勝3敗で優勝を逃した。2012年6月のユニセフオープン1回戦で、 当時世界ランキング5位のサマンサストーサーを7から6、6から3で破り始めてトップ10選手に勝利した。9月のベルチャレンジで初めての決勝に進出し、ルーシー・ハラデツカを6、1、7、5で破り WTA ツアー初優勝を果たした。2013年全豪オープンで4大,大大会で初めて4回戦に進出した。4回戦ではマリア・シャラポワに1、6、 デ6で破れた。3月のソニーオープンではベスト8に進出した。ウィンブルドンでは第20シードとなり、4回戦でフラビア・ペンネッタを7から6、6から3で破り始めて4大大,大会のベスト8に進出した。準々決勝ではペトラ・クビトバを4から6、6から3、6から4の逆転で破り、ベスト4に進出した。 準決勝では優勝したマリオンバルトリに1から6、2から6で完敗した。2013年8月5日付のランキングで自己最高の13位を記録している。2016年8月のリオ五輪で初めてのオリンピックに出場した。シングルス1回戦でビーナス・ウィリアムズを4から6、6から3、7から6で破る四組みを上げ3回戦まで進出した。 二千十九年全仏オープンでは、ヨハンナ・ラーションと組んだ女子ダブルスでベスト四に、進出している。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト四、QF イコールベスト八、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス。 Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。